俺だよ。ということでどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターワールド実況プレイ撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん究極の回復装備ご存知でしょうか。巷ではガンランサーの中でかなり話題が熱いと言われている、まあ金曜開会会のまあ似たようなカスタムですね。金箔開会会という、カスタムをご存知でしょうか。まあ、金曜開会会はね、金色の王に、回復付与を3つ積んだ状態のカスタムなんですけども、今回の金箔はですね、この金色の重装爆輪というね、ガイラバスター爆輪のレア度6の、カスタム強化にですね、回復能力付与をね、3つ詰めた状態の月砲撃型の回復装備。まあ、装備はこちらとなっております。今回はね、あの名刀流 のスキルを発動させて技物をしてます。で、体力増強、体力回復量で砲術ガード性能って感じですね。で、砲弾装填数、ひるみ経験、ガード強化、合人競馬みたいな感じでカスタム作ってます。この4つはおまけなんでいらないですけどね。まあ、こういったカスタムなんですけども、この体力回復量アップのおかげでものすごい体力回復すんの。いや本当によ。あの金曜開会会と比べてしまうと、どうしてもまあ比べるものでもないと思うんですけども、まあ隙が少ない分、月砲撃の方がもしかしたら強いのではないかなっていう個人的には思ってます。まあ 体力じゃねえや、攻撃力が368なんで、まあ月に関しては威力が低いですけども、この拡散型のレベル4、まあ、こちらの性能で敵をご利用して回復しながら攻撃していくっていう、そんな感じですね。まあまずはともあれ、まず見てほしい。装飾品がこんな感じですかね。ちょっとスロット数がね、心もとないので、まあぼちぼちそこに1個ずつはめていったって感じですね。あのスロット2のところが結構空いてるので、もしかしたらあの自分個人的にみたいな、なんかこう私はここにこれ入れるみたいなことが多分できると思うんで、スロット2でね、いろいろこうスキル1個で発動するスキル多いんでね、このモンハンワールドはね、まあ、自分の好きなようにはめていけばいいかなと個人的には思ってます。はい、ということで今回は歴戦バラハザクに挑戦していきます。久々の歴戦バラハザクですね。歴戦王ではないんですけど、普通の歴戦バラハザクに挑戦していきます。じゃああいつの初期位置までカットします。来た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 、そこ優しくやっていきましょう。金箔買い買い買い、まあ、やり方いたって単純、もう突き砲撃をするだけなんですけども、まあ、まだダメージ食らってないんで、どんだけ回復できてるのかってわからないと思うんで、まあ、あの左上 この体力ゲージを見ながらね、あのご視聴してくれたら嬉しいなと思います。まあ、砲撃自体の威力はすごい高いんで、さあ、流撃砲。あ、当たるかしら。まだ残るかな。それは当たるな、俺。痛い。さあ、とりあえず、じゃあ、こんぐらいダメージ食らったときは、少しは回復量がわかるのではないかな。ちょっと待って。まさかの正気耐性になるのは聞いてない。待て、落ち着け。正気耐性になるのは俺は聞いていない。あ、でもちょうどいいか、正気耐性になるから、こんぐらいの回復量があれば、この回復量すごくね。確かガード強化持ってたから、これは大丈夫。流撃砲を打ち込んでみましょう。おい、見たか、今の回復量のスピードよ。多分あれ以上もっと回復するぜ。金箔買い買い買い。自分はあの結構砲撃メインで使うということで、切れ味の激しい、まあ、攻撃ばっかすると思うので、今回は技物で、それを抑えている感じですね。まあ、合金剣馬も一応採用してはいるので、まあ、切れ味に関してはそんなに問題はないかなと思います。見てください、これめっちゃ強ない？砲撃71ですよ。約100だね。ダメージ与えないと意味ねえな、これ。ダメージってか、ダメージ食らわないとちょっと回復わかんねえよな、これ。アイヒン。ちょっとダメージちょっと食らってみますか、ちょっとある程度。ね。ちょっと不動着ないと、ちょっとピヨった時にワンパンされる可能性ありますからね。待て。不動切る前に待て。はい、これでいいかな。ちょっと減りすぎ。ちょっといくらなんでも減りすぎ。やばい。減りすぎ、それは今の。ちょっと減りすぎやわ、今。びっくりしたよ。この状態で流撃を当てたらどうなるんだろうな。ちょっと待って、落ち着け。ここ当てます。回復薬グレートかな。やばい、激アツじゃないこの装備。金箔買い買い買い。全然大丈夫じゃん、全然いけんじゃん。
今回俺技物やけど、これ技物じゃなくてもいいな、多分。強靭研磨か匠で底上げしてまた別の装備作った方がもしかしたら火力として上がるかもしれない。今回は技物なんで、まあ、こういうカスタムあるよって感じなんですけど、え、やばないの、え、びっくりした今、そんな回復する今の、いや恐ろしいわ。とんでもない片鱗を味わった気がしますけども、おいで、あ、おいでってせなくてもいいや。ダメージ食らわんと意味ないや。ダメージを食らわないとダメだ。あ、おいでおいで、ほら、あ、方向は食らわないんで、あ、オッケーオッケー。多分ブレス一発耐えるやろ。耐えた、よし、こんぐらい耐えてからの、あ、どこじゃどこいった、打ち消し飲んで突き砲撃してみましょうね。突き砲撃、ここらへん、は、やばくね、回復しすぎじゃない、マジで。いや、 やばいっていう言葉あんまり使いたくないけど、やばくねこれ。ボワー、遊撃攻撃力も申し分ない。え、強っ。俺今とんでもないカスタムをしてるんじゃないかなって今思ってるよ俺。これガンランズの常識外れんぞマジで。いや、ちょ、大げさじゃないこれは。真のゾンビ装備はまさか金箔買い替え会だったのかっていう。これ強えな、突き砲撃が今強い。この現状めっちゃ回復できるからこれやばいな、やばいな。語彙力、弱点さえ当てれば月の攻撃はあんまり問題ないしな。攻撃が70、うん、あ、強えなこれマジで。耳栓つけてえなあ、これものすげえカスタムだぜ。真似する人増えるんじゃないかな。あ、え、うそ、まさかのエリアチェンジャーの痕跡集めた。じゃあちょっと起こしに行くまでカットします。おい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 、本当にやべえカスタムだぜこれは。こいつはグレートですよ。行きましょう。流撃攻撃力申し分ねえなマジで。ごめんなバラハザ君、なんかただちょっと耳栓やっぱ欲しいなちょっとストレスがたまるな。しょうがない、技物だしね。今回は技物じゃなくてもいいかな。匠と強靭剣まで代用できるかもな。いやどうやろうかな、技物結構便利やからな。開いた、いいよ。こんぐらいの回復、こんぐらいのダメージでももう流撃砲で多分一発で回復するでしょ。なのでも今流撃砲溜まってないんで突き砲撃で回復しますけど。いや恐ろしい、ガンランスはやっぱ奥が深いね。カスタム次第でどうにでもなる。これは楽しくなってきた。ちょっと金箔買いがかいか、これはちょっといろんなカスタムで代用できるな。もしかしたらいろんなことできるか、これマジで。これマジでいろんなことできるな。可能性を秘めた、すっげえ、ものすごいいいガンランス。ちなみに、金箔、金用の、金色の重装、爆輪はママタロトの鑑定武器、レア度6で出るのでね、多分、比較的出やすいのではないかなと、個人的には思ってますんで、まあ、僕もそんなに、こいつ出ねえ、出ねえってなって、なんか、頑張った記憶はあんまりない、なんか気づいたら出たから、取っとこうみたいな感じだったんで、まあ、比較的みんなも手に入りやすいのかな、ママタロトが来た時とかには、ぜひ、こいつを使ってみてはいかがでしょうか。金箔、買い、回復、3積みの観覧数。とんでもない回復量だな、おい、ビビったぞ、マジで。ということで、リザルト画面までカットします。はい、すごかったね。いや、すごかった。いや、もう本当すごいね、一言。あんなに回復すんのは、多分ガンランスだけなんじゃないの？いや、わかんない。適当なこと言ったけど、今。あんだけ回復する、武器であんだけ回復する。あ、まあ、体験の方が回復するか。下手したらな。体験には勝てんかな。ということで、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。